大阪市立大江小学校は大阪市天王寺区にある公立小学校。1874年に当時の東成郡天王寺村に開設された学校を起源としている。天王寺区では最も歴史の古い学校の一つである。現在の大阪市立天王寺小学校とは起源を同じくし、1903年に天王寺、大江の二校に分離した。 明治時代初期の学生発布により、当時の東成郡天王寺村ガラス橋2874年6月2日、第五大区一小区一番小学校が開校した。この時に開校した一番小学校が大江小学校の起源となる。学校の場所は四天王寺港神堂の西側付近と推定されているが、正確な位置は明らかではない。 1890年には四天王寺より学校用地700坪の寄付を受け、1891年7月には現在地に移転している。1897年4月1日の大阪市第一次、地域拡張により天王寺村の内大阪鉄道より北部、西部については大阪市に編入合併されることになった。これに伴い、大阪市天王寺尋常高等小学校へと、 解消した。天皇寺尋常高等小学校は1903年9月2日、同一敷地内で、大阪市天皇寺第一尋常高等小学校と、大阪市天皇寺第二尋常小学校の2校へ分離した。敷地の教養は20年近く続き、天皇寺第一小学校は1920年4月に、現在地に移転している。1909年には、 大阪市天皇寺第四尋常小学校が開校したことに伴い、校区の一部を天皇寺第四小学校校区へと変更した。また1920年には天皇寺第六尋常小学校の開校に伴い校区の一部を天皇寺第六小学校校区へ変更している。天皇寺地域では1939年、従来の天皇寺創立順の番号での学校名をやめ、 所在地の地名などに基づく学校名へと一斉に解消することにした。これに伴い大阪市大江神城高等上学校へと解消している。1941年には国民学校令により大阪市大江国民学校へと解消した。太平洋戦争の影響で大阪市の国民学校では学童集団疎開を実施することになり、 大江国民学校でも1944年以降、大阪府中河内郡、縄手村、相田村へと疎開を実施した。さらに1945年には、島根県伊江市郡三戸谷町への再疎開を実施している。太平洋戦争の戦災により、終戦直後の1946年には、現在の上本町9丁目付近にあった、上本町国民学校を統合した。 上本町国民学校は1925年大阪市東平野第三人上小学校として創立し1941年に大阪市上本町国民学校に改称している1945年3月13日の第一次大阪大空襲で校舎を全焼した学生改革により1947年に大阪市立大江小学校へと改称している ありがとうございます。